とうとう来たね、この道。ああ、道が徐々に悪くなってきて。画面では伝わりにくい、これギャーし全然上がれへん、滑っとるぞ、ボケで。あれ、こんな急だった、こんな急だったっけ。あー、背中に重力は感じてるけど全然上がってかへん。俺が降りたら少しは楽になるんだろうか。なんも関係ないの。初めに出て歩いた方がさ、よっぽどなんかここだけはなんかその優しい気がする。こんなんやったっけ。いかんな、だいぶ俺ら最近なんかぬるま湯のルートしか行ってないからな。地面割れとるし上がってかへんぞ、ほんとに。踏んどってもなんかコケで滑っとる、大変か。コケかな。まあやっと一息つく。落石が多そうやね、なんか。どうこれ。どれこれ。ああ、これはすごい。頑張ったね。頑張ってくれたろう、これ。ああ、これ誰が書いたの？登録者さん。あら、まあ、ありがとうございます。さあ、これも汗かくかさ。あ、確かに。遠いんか。はい、カメラ持って。なんでカメラ持つのね。ちょっと待って、ナビできるんか、ここナビ。あの、GPS は生きてるから。本当遠い。こっから平家の里行って、それのさらに倍近く。道がないからな。あの、それも兼ね、それも兼ねての下見ですよ。もう一つ宣伝したろうか。ほう、ちょっと待って。うわお。あ、ナンバーが映る。もうちょっとあの、どっちかに寄ってください。あら、まあ、頑張ったね。どう？映っとるじゃん。映ってるね。どうせ後ろから映されるんやつさ、うん、つけといてもいいかなと思って。これいくらしたの。お高いな。じゃあ視聴者プレゼントだってなった瞬間に、バカだ、これは絶対やれん。帽子はなんとかなるわ。そんな高いの？1着1000円2000円で済まないの？これ、うん、うん、なら、この服自体が高い。ああ、これ夏でも着れるように。うん、スースーない。俺もこれ自体が、服自体が2500円なんや。うん、で名前とかなんか単位で5000円になるの。どうしようかなって、やめようかなと思っとったんで。うん、でももういいや、一回ダメ元で娘に頼もう。娘が半分出してあるって言ったら。なんていうかあれだね、登録者100人とかさ、その始めた頃、うん、まあ、さ、娘さんもさ、なんか、うん、うん、言っといてるぐらいだったけど、今は割と応援してくれてるね。そうだね。
タートライン立ったんじゃない。こっちが平家のこの間行ったお墓があったとこ。あ、そうだわ、多分。さて、行くか。マスクも忘れてましたし。あ、それに関してはなんていうの、声がちゃんと入ってくれるからマスクしないでっていうのはね、むしろコロナになる。いいんです、一応マスクも解禁されたから。こんなとこ歩くんかよ。自分が行きたいって言ったんだからな。行きたいと思ったの。いや、なんかあの道にはこっちと一応こっちあったじゃないですか、うん、両方あのこっちと、うん、でなんかしれーっとこっちの方に行くからさ、うん、あれ、ああ霊感かなって思ったら普通に看板があった。あと、うん、でこの滝も見に行きます。バカほど夜道だったけど何も聞こえない。最近、いや、気候が高くてさ雷が来るの。これ本当にこのとこ行っていいのかよ。まあなんか普通だったら怒られるとこっすよね、これ。そんなとこ入ったらあかんよって言われるやつ。よかった、手入れされてたかは。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。ちょっと待てよ。まあこっちはなんていうの、あのまだ丸太のあれだから安心感あるんだけど。すげえ揺れるぞ。うわ、大丈夫なんこれ。あ、怖っ。怖いからマジやめて、カメラ壊したらマジで便所立てるよ。本当にもう。面白い。俺の怪我よりカメラ壊れたら困るんだから。これどっち行くの。そっちじゃない、道そっちしかないけど。そうですね、こっちの方向来ちゃいね。これ道、あ、そこになんていうの、階段がありますね。カメラ係やってくれるんだったら俺が先行するんだけどね。先生、ちょっと待ってよ。待つことはない。汗かいとんの？いや、汗じゃない。今、クモの巣が思い切り顔にかかった。嘘。今の時期、クモの巣なんか張らないよ。今あったよ。嘘。木のせいでしょ。木だけに。全然面白くない。どこ？あれ？どこ？さて、もうちょっと場所を突き詰めるか。誰かが滑った跡はあるんだよな。いやな、こんなとこ歩くね。洞窟はあるっぽいのだが、どこに。あれじゃねえか、足跡があっちに続いとるで。人が登った。
これ登るの？いや、だって今霊感使ったら足があそこに登ってっとるもん。あ、ここに簡単なとこがあった。ここ。ここを通ればいいタイプ？だろうな。気づけろ。やばいな。これ夜やばいぞ。はい、洞窟近くまで来ました。どこの洞窟だ。あ、これっぽいっすね。これだな。これ登るの？多分これやぞ。あれ。こんなお前夜大変だぞお前これ。はい、皆さん、これが洞窟だそうです。平家の隠れ岩と。書いてあるどこに？ないです、そんなものは。懐中電灯いるべきやな。そうですね。暗くて何も見えません。あ、携帯のライトでよければ渡せますけど。平家が隠れたわけじゃないの？平家だな。平家の要は戦があって、それのまあ軍なのかな。うん。みたいな雑踏が、うん。かくまってくれと勝手に隠れたとこだから。すごいです。カメラでは映らないけど、目だけがはっきりこっちを見てます。まだいらっしゃる。普通におるだろ、残像っていうのは。無残にも、殺された人もいるんですね。あ、隠れき、ここまでやって隠れきれてない。というより、食がない、食い物がないという悲惨なシーンが僕には見えるんですけど、皆さんにはどう思いますかね。これ中入ってみたいな。今からそこ戻ってライト持ってきます。でもな、この目見るとやだな俺。この怯え切った目、痩せこけた目。あの力士徹が食事制限をした時のような、水をくれっつって、何あの減量中のボクサーみたいに、何か本当に必要な肉さついてない感じ。そうそう、あらまあ、なんやだなこれ、気持ち悪いな俺自体。あ、これは厄介だな夜。あの六代さんのお墓があったじゃないですか。 あそことはまた違う感じ。うん、来ないでくれ来ないでくれって言ってるね。これどうやって登れやんや俺。よっこいしょ。わあ、いや来ないでくれって。まあここですね。確かに感じられますね。はい、霊視研究家のかっちゃんです。どうもこんにちは。今ねちょっとね真っ暗でね何も見えないんですよ。ライトを持ってくるべきだったっすね。まあ後でライトでしっかり見せますもので。ではバイバイ。